さて今日は DMX19 ですね。マスターファイナルメモリアルパック早速開封していきましょう。はい、こちらワンボックス16パックですね。普通のやつが30パックだからほぼ半分かな。お、ドンジャングル。え、ドンジャングル入ってんの？入ってたか。あれ、パイセンチュリスですね。初のビートジョッキー2ドローカードか。かなりまあ強そうではありますけどね。まあ大体ドローできるカード全部強いから。で、ガリザークですね。ガリザークこのちょっと晩月の晩の文字が変わってるんですよね。俺は前の方が好きだけど。はい。で、カマセバン、パイセン、ゾンバナね。で、アルモモと。はいはいはい。まあゾンビバナナ、書いてることやばいからな。まあ普通に4枚持っといて損はないカードですね。てかまあそういうカードがいっぱい入ってるのかな。このメモリアルパックは。大体そんな感じ。おーてか全能入ってんの？え？事前情報入れてなさすぎる。で、バラドキシュアルね。これは知ってるわ。はい。で、これパラドですね。はい、すいません。はい。全能出るんだ。で、イチゴっち。はい。で、アイアンマンハッタン、ボルシャック、もう、強いな、カードが。なんか、で、今までの強いカード寄せ集めましたみたいな、ザボンボもね、かなり汎用性の高いカードですと。はい、ちょっと俺、このパックを僕ね、直前までちょっと麻雀してまして、完全に忘れてたね。配信者界隈で麻雀があったんだけど、これ、内川さんってわかります？桜ナイツの内川さんですね。そう、県詰市から誘われた時に、内川さん来るよって言われて、この撮影を完全にすっぽかして飛んできましたね。で、今、帰ってきて慌てて向いてます。はい。アストロ中のロマノグリアと。うん、強いね。で、妙、これ確かあれだよね。全魔ピギャングを魔道具化するやつだよね。強いんかな？また、弱くはないだろうけど、結構使うのが難しそう。まず、妙は魔道具なんだ。どうだ、結構難しそうだけどな。で、バーマットですね。はい、これ本当に、タイムモーション。なんかね、そう、なんか弱いとか言ったバカがいるらしい。おぉ、ベン出んのかい。これ、あれも、これは知ってた、知ってたけど、当たるんだっていう意味ね。で、その下がパーフェクトジョーカーズですね。新しいジョーカーズってことで。まあ、こいつはまあまあ活躍すると思うけどね。鶴橋漫画の、はいはいはい、ネクストスターね。まあ、これは相当いいおもちゃできるんじゃないですか。まあ、なんか結構、メタ除去りながら踏み倒せるんで、強めのおもちゃな気がします。はい、で、新カード、アデブですね。アデブもまあ悪ないかなと思いますけど、まあまあ、雑用カードの1個ですね。で、パーリナイ、岩絵、ゲーム、はいはい、で、モモキンと。強っ。え、こんなパック強いんこれ。はい、じゃあまあ2ボックス目いきます。え、てかこんな強いのかこの箱。これ、上振りかな？わかんない。で、スロットのね、ガリザーク。わかんない。もうスロットも実は相当強いけどね。このパックもしかしてさ、とんでもない量を再録するから、今まで2000円とかだったカード、もしかして全部1000円以下になる？もしかして。へー、すごいな。デュエルマスターズ、この先、どこに向かうんだろうね。はいはいはい。まあ、うち、デッキ販売もかなり強いから、うちはなんかそのデッキ作りやすくなって多分、割と助かるっちゃ助かるけど、あんまさ、その、デッキ販売を中心としてないカードショップがほとんどじゃないですか。そういうところ、意外となんかシングル価格落ちそうだな、これ。はいはいはい。まあでも、ユーザーからしたらね、メリットしかないから、ラッキーって感じか。はいはい。で、カット、ワイス。おー、ダークネスだ！マジかよ、強っ！光り方が若干違うですね。はいはいはい。で、超 GR。で、クイーンオブネイチャーですね。これは新カードですね。はいはい。まあ、一応1万2000だからグランセクトサポーターを付けられますよと。はいはいはい。で、チクタク。おぉ！全能2ボックス連？え？これもしかしてやばいぐらい落ちちゃう値段。マジで？全能この確率で出るのか？はいはいはい。え、このパックには出るのもないんだよね、さすがに。毎回出るのも入れてるわけないか。はい、で、5。いや、出るのもさ、まだ800円するんじゃん。あのカードマジで無敵だよな。で、まあ、5-5っすね。5-5はね、一緒すぎ、フェアリーのやつが、身の神改ざんインパクトですね。まあ、ちなみにフェアリーに、このカード、正直どれくらい強いと思うって言ったら、まあ、A 寄りの B って言ってましたね、評価は。S、A、B、C、D で評価してっつって。まあ、俺もそんな感じですね。まあ、ほぼ A だと思う。まあ、まあ、強いけどね、普通に。やってることはやばいんで。おー、で、くせ者につきっすね。多色コートにってやつですね。マナ加速つきだよ、確かこれ。なんでもありだ。もう。あー、で、じゃあ、おー、ゲームメンブラー。マジかよ、なんでもあるよ。これは新カードっすね。まあ、あれなんだっけ、鬼札幕か。鬼札幕とは相性いいんだよね。はいはい。うまいこと使えるかなこれ。で、トランキー、メテオシャワーと。あ、これはまあ、俺、公式動画でツバイナスでボコボコにされた時に使ったデッキですね。はい。強いなこれ、箱は結構強いんちゃうんか。いや、わからん。このパックの登場によってどれだけその、既存のカードの価値が落ちるかによるんだけど、これを見る限りは相当買えるぞ、このパック。近日中にEX パックを結構めちゃくちゃ言う、動画出るんだけど、これはまあ、全然買えるな。よかった。はい。というわけで、まあ、今日は近くのカードショップに行く方は、ぜひ、新刊買ってみてください。まあ、比較的 EX にしてはかなり買えるパックだと思います。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。